こんにちは。春風ツアーポーランド今日の一枚。今回はザモシチです。ポーランドはヨーロッパの中央からやや東側に寄ったこの赤い六角形の場所です。ザモシチという町はポーランドの中では東側のほぼ国境に近い位置にあります。上にある赤い丸は首都ワルシャワです。ザモシチの今日の一枚は城壁都市ザモシチの両方です。両方っていうのはちょっと分かりにくいと思うんですけども、その前にザモシチについて少しご説明いたします。15世紀後半に作られた町で、ポーランドの大貴族ヤン・ザモイスキーさんがイタリアのルネサンスに憧れてイタリアから建築家を呼んで作った町です。で、ルネサンスで統一された町なんですが、そういう町であると同時に堅牢な城壁に守られた要塞都市でもありました。この地図で言いますと、これが旧市街の地図なのですが、この旧市街そのものがその城壁都市ということもあって世界遺産に登録されています。で、今回の両方というのはこの赤い矢印が下の方に見えると思うんですけれども、ここの三角形の突き出た部分、両方というのは、城壁の中の三角形のように突き出ている場所で、砦のような役割を果たしているところです。で、この赤い矢印になるところが第七両方と呼ばれるところで、ここが今回の今日の一枚です。これが第七両方です。ちょうど矢印の位置から見ているところです。この両方の向こう側が向こう側に旧市街が広がっています。で、この両方の中というのは見学ができます。この窓のようなものが少し見えると思いますが、ここから大砲や銃を向けるような作りになっています。で、中にはその当時の武器や、戦い方などのさまざまな展示がしてあります。ザモシチは城壁都市というそういう一面を持ちながら、なおかつ全体の作りはルネサンスに統一されているっていう非常に美しい町です。今回のポーランド今日の一枚はザモシチの第七両方をお送りいたしました。ありがとうございました。